皆さんこんにちは、あぜんちゃんです。ということで今回は山川穂高選手ソフトバンク入団決定的ということで、こちらについて動画撮っていきたいなと思います。西武から国内フリーエージェント宣言をした山川穂高選手をソフトバンクが獲得することが13日決定的となった。4年総額16億円程度の大型契約となる見込みで、細部を詰めている段階、来週にも正式発表されると、記事で出ています。記事によるとですね、最終交渉を経て、来週にもね、正式発表の見込みらしいんで、そこでね、契約内容っていうのも、しっかり決まると思うんですけど、各社報じている契約内容がねちょっとずつ違うんですけど、だいたい4年16億ぐらいの、規模になっているのかなと。で、背番号は25らしいですね。昔つけていた背番号なのかよく分かりませんが、25ってなんか関係あるのかな。とりあえず、25らしいです。実際ソフトバンクのフロント側もね、思った以上に風当たりが強くて本当に戸惑ったと、そういうコメントもありますが、でもね、的確な補強ポイントであることは間違いないんですよね。やっぱりホークス、右の大砲っていうのがね、現状いなくて、もうそこに合致する、特にファーストもね、そこに関してはもう申し分ない補強なのかなとは思いますね。大方こういったオーダーになるんじゃないかと、予想されています。ウォーカー選手もね、入団が決まりましたし、DH にウォーカー選手を置いて、両翼が、近藤選手とギータ、現状センターは周東選手なのかなっていう。牧原選手がですね、来年セカンド1本で勝負するっぽいんで、だったら今センターで最有力は周東選手、セカンドに牧原選手、ショート今宮選手、キャッチャー甲斐選手で、ファースト山川選手、サードも激戦区ですが、現状栗原選手、こういった並びがね、予想されます。いやー、打線に関しては正直言うことないですよね。やっぱり近藤、柳田、山川っていう並び強力ですし、栗原選手、ウォーカー選手の期待も大きいと。若手もね、出てきてほしいです。特に野村勇選手とか、そこら辺は結構期待してるんで、あと個人的には郁美選手とかね、そこら辺もどうなるのかなと。サード井上智也選手とかもいますし、リチャード選手もね、どうなるかっていうとこで、そうですね。ただやっぱり現状は、ここら辺にはなってくるのかなとは思います。あとプロスピ的にも大きいんですよね、ソフトバンク純正、こういったオーダーを組めるとなると、アーティストが1人増えますよと。中村晃選手もね、守備が良くて広角ライドラなんで十分強いんですけど、やっぱりアーティストを置けるってなるとね、話が変わってきますし、こういったオーダーも、弾道さえ変わらなければあるのかなと。これでちょっと来年パワーヒットになったらね、話変わってくるけど、さすがにアーティストのままだと思うんで、ちょっと今回はね、このオーダーで、1試合ぐらいねやってみたいなと思います。現実的にもプロスピ的にも、もう強力打線になることは間違いないですよね。いやー、でもそこの点で言うとすっごい楽しみ。相手もね、もう世界で話題沸騰中、10年1000億超えの大谷選手、なんか後払いがとかでいろいろね、なんか現地では問題っていうか、そうなっているらしいんですが、ちょっと山本由伸選手も、もしドジャースに入ったら、ちょっと日本ファン的にはもうお得だよね。なんかすっごい待遇で迎えたっていうか、なんかの記事だったら、山本選手の交渉に大谷、フリーマン、ベッツが同席したみたいな記事出てたけど、どうなんだろう、本当なのかな。いやー、ちょっと見たいよね、大谷選手と山本由伸選手が共闘しているところって。そして昨日かな、長髪から、髪を切ったね、ギータ、もうさっぱりしてましたね。インスタかなんかで上げてたのかな。どうだろう、ダメか。そして小久保監督、小久保さんがね、どういったオーダー組むのかっていう、やっぱり近藤、柳田、山川はくっつけてほしいよね。できれば2-3-4で、柳田、近藤、山川でも面白いと思うけど、2番にはね、ギータかポンちゃん置いてほしい。ああ、引っ張り警戒だった。今までね、ギータ、小久保さん、OK 完璧、門田さん、ノムさんって4人アーティストが並んでたけど、山川選手が加わると最後に山川選手がくっつくんで5人か。いや、結構でかいよこれ、正味。なんか変な打ち方しちゃった。なんか話題の選手多いな。外も、ロッテ加入ということで、今日報じられてましたね。大谷さん使ったり、外選手使ったり、こっちは山川、打たれた完璧に打たれた。人的保障が誰になるかだよね。
個人的には結構ガチめに、まあ、あくまで予想ですよ、一ファンの予想としては中村晃選手がプロテクト外とかはありえるのかなって思ってますね。どうなんだ、やっぱポジション被るし、まあ、外しても、まあ、契約の面で西武が取ってこないだろうとか、そういう予想も、まあ、プロテクトってね、いろいろそういう戦略的なあれもあるんで、誰をプロテクト外してどうするんでしょうね。いやそこがすっごい気になるし、まあ、でも最初も言った通りね、もうファンなら入団が決まったらもう応援するだけなんで、結構この山川選手が加入してファン辞めますみたいなの見るんですよ、ツイッターとかで。本当に辞めるんかなっていう、どうなんだろう、なんだかんだファン辞めなくないっていう、ファーボールかい、打たせてくれよせっかくあれなんだから打たせてくれよ本当に。いやでも本当成績で見返してほしいですね、やっぱり野球選手ってそこで見返せると思うんで。あやべえ、やっちゃってるな、やばいな、2点しか取れてないな。まあ、でも山川選手をスタメンで使うとなると中村選手がチャンスの時のワンチャン代打でもいけるし、守備固めとかでもいけるんで、まあ、ファースト以外にもねレフトライトも守備いいんで、そういう使い方もできるのは結構でかいかな。超えそう超えそう超えてくれ、よし、いやーマジか、2点1点差いけるかな。さあ禁断の技、藤井さん出します。藤井さんようやく極みになりました。2体持ちでどっちも極みやっとできた。まあ、打線もね山川選手が加わるともう12球団トップクラスの破壊力だと思いますし、そうですね、あとはまあ中継ぎ、危ねえ、ホームランじゃなくてよかったでリリーフ陣もね、オスナ残留で藤井選手と松本裕樹選手が、来年も中継ぎらしいんで、まあ、勝利の方程式はここ3人なのかなっていう。でモイネロが先発転向、やっぱ先発ですよね、こっちもどうしてもやっぱ先発が、なかなか活躍できなかったっていうところも、あると思うんで、まあ、しっかり先発整備してもう来年こそはぜひ優勝見たいですね。もうオリックス3連覇してるんで、あーゲッツー取れんか、ほえー、どうしよう、何投げよう、普通に縦すら、よし強え、やっぱり、まあ、あとなんか言いたかったんだよな、なんかこういう動画撮ってるとこう動画撮り終わった後にあああれ言い忘れたとかあるんですよ。ちょっとワンチャン編集で付け足すかもしれないんですけど、なんか何かを言いたくてなんか忘れてる気がするな。もう思い出せないからいいや。おー打たれるか、あー引っ張り警戒ならっていう結果論は置いとき、ちょっとこうなると怖いんですよね。もうこうなると、あやばい、モイネロ疲労溜まってる、どうしよう、まあ、ここは続投した方が良さそう。あーよかった、怖いね本当に。いや強いのは分かってるんだけど、やっぱワンチャンホームランがあるっていう怖さは否めない。さあ村上さんを抑えて終わりたいけども、手出してくれ、ボール球でいいよ、入んない絶対、危ねえストライク入っちゃってる。もうちょっと低めから振らない、で散々縦すら見せてるんで、よしよしよし、さあ追い込んでボールよ、もう一球いこう、レスピ決めて振ってくれ、振らない、ボール球いこう、よーし、オッケー、危ねえ、なんとか勝てました。